要するにどうやったら楽しいことがあって気を抜いて何かだ寄りかかってああよかったというおおという感じの時間が多ければ多いほど緊張の時間があってもそれすぐそれが解消できる人というのはいい生き方になる。これ原理が分かっているのになかなかそこはうまくいかない。緊張しやすい人はやたらと緊張しやすい、要するに恐怖感がいっぱいあるわけ。人と会うと恐怖感の元が親だったりするから、だから他の人へなおさら恐怖感が出るわけだ。なんか大変なことになってくる。その受け方とか、受け方はね、僕らできるのは受け方だから、本人が変わるわけだから、そうすると変わってこれるっていうことになる。完璧にいかないけど方向性は間違ってない。医者もだから、要するに神経がビリビリと働かない薬をくれる、神経を和らげる薬っていうの、要するにどんな事件にあっても、あそんなことかってパンとうまく丸めて捨てられる人だったらもう悠々と生きれるわけだな。ちょっとしたことでも、自分が責められたらもう自分ダメだと思う人はもうちょっとしたことでも、もう爆弾になっちゃうわけだな。その辺の差を受け方の差を僕らは何とかしようとしてるわけ。相手との関係じゃなくて受け方が上手になれば、小腸の球が来ても跳ね返しちゃう。一番いいのは解放できるというものか。解放というか取り込んで、言われることはすごいことだから取り込んで丸めて、あこれこんなもんだってこう整理していく、捨てていく、捨てる。何も自分がこんな悩むことないんだよと。物に受けちゃうと大変だってことです。物に受けちゃうからみんな物色ぜになったり病気になったりするわけで、じゃ、ね、チックになったり、意識しないとチックになっちゃう。もっと意識しないと大病になっちゃう。癌とかになる可能性もあると言われてる。その物に受けないようにするにはやっぱり自分一人じゃなかなか難しいってことですよね。もうだから誰かに甘えていく、甘えの先がカウンセラーという人、カウンセラーに甘えに行くんですよ。カウンセラーベタッという甘えさせてくれないけど、なんかやり取りしながら自分がなんか楽になっていく。あ、なんだろうなとか、だからまた行く。そのうちになんかいつの間にか自分がカウンセラーが思うようにうまい受け方ができるような、なんだあんなそんなことだったんだということになって、あんなカウンセラーの方行かなきゃよかったと思うんだから、それが一番いい方。まだカウンセラーの行ってありがとうございましたって言ってるうちはまだダメだって。親ができないからやっぱりカウンセラーのところ行く。親以上の力があるんですよ。それやっぱ専門家、それやっぱりプロというんです。親じゃなくて友人とか先輩とか。友人でもそういう人がいるから。仕事はじゃないけども、いるんですよ。そうするとやっぱそういう人は自然と人が寄ってくるわ。カウンセラーやってるとね、そういうパターンが日常生活でもね、こうやり取りしてるじゃない。なんか言うじゃない。それはこうだからこうなったんでしょうという人が日本人に多いんですよ。そうするとね、アドバイスしちゃう。アドバイスするの。そうするとね、分かってんのにまた同じこと、本人分かってるわけだから、それまた言われるわけだから、もう嫌だなと思っちゃう。だからそれを聞いて、あ、僕のほらあれは日本語の母音、あ、お、う、この3つをうまく使えば、それは漢字用の不思議な力をもらってうまく返せるよって言って、僕の発見したのはね、日本語の母音、はあ、もうこれだけでうまく使えばね、もうすごい喋った人はね喜んで、なんかスーッとこう緊張解消してよかったと帰っていくわけです。で、くだらんこと言うじゃない。それはこうだったんですねとか、なんでそんなこと分かってんじゃんとか、もうなんかいちいち言わなくたっていいよとか緊張してしまう。じゃあ親とか、友人もそうですけど、やっぱなんか助言したくなっちゃいますよね。助言しないといけないと思って、こっち分かってるのにね、分かってることを言ってくるんですよ。でも結構そういう助言すると、いやそうじゃないんだとか、なんかいろいろまたなんかまた言うんですよ。言ってますよね。それもそうだけど本当はこうなんだよとか言いたくなっちゃう。言ってるうちに自分がイライラしてきちゃ う。カウンセリングってのはよっぽど訓練されないと、助言する人じゃないんですよ。気持ち分かる、分かった気持ちを返すと、相手がまたそれに応じてまた違うことを言う、また返すうちに本人が分かってくる。何もこっちが言ったことが分かるわけじゃない。ここはもうしょうがないから、僕は言葉しゃべってるけど、本当はカウンセリングってこういうことじゃないんだよ。本当は受けるんです。ああそうか、はあ、やっぱりねって言って、これだけで本人はあよかった来てって思うんだって。親とか友人がそういうことができれば、その本人も変わってくると。でも
形でそう言ってると分かるとダメだけどね、うん、本気で聞いてくれる、本気で聞くためにはよっぽど訓練が必要、うん、あーんって言って、言ってたら、うん、本当に聞いてんのかっていうふうに思われちゃう可能性もありますね。なんか、ま、さっきもあうだったじゃないあうじゃねえの、俺を一生懸命喋ってんのに、うん、何があうだってなってくる、うん、でじゃあ真剣に聞かなきゃいけない、うん、感情を受け取る、感情を返す、人間が初めの頃母音でしか信号できなかったわけだろ、信号使ってほら音を作れなかったで、あーあーあーって言って原子材やって、それでもちゃんとやってきたわけじゃない、グループを作って、でその青でやり取りができたわけで、今複雑になったけどその青を忘れてるんですよ、くだらないこと言いすぎる、だからね嫌われる、言葉を使いすぎちゃう、そうそう、で言葉知らない方がいい、昔のおばあさんがすごいカウンセラーだったするわけですよ、おばあちゃんにとくとく気色が楽になるとか、そういうことなんだ、だからそういう人もちろん必要だけど、まあ自分でね見つけて、ああということをいっぱい作ればいいんだよ、言うんで、ああもう知らねえな、ああとか言ってればさ、もうずっと抜けていくじゃん、抜け方が下手なの、抜き方が、うん。